はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第520回をやっていきたいと思います。今回は割引原理と割増原理ということでやっていきたいと思います。今何をやっているかというと、原因があった時に結果があると。でその結果は何で起きたんだろうということで、こう人はこう推測するんですよね。この結果が起きたのはこれが原因だろう、この結果が起きたのはこれが原因だろうということで、まあ、原因というのをこう推測するんですけど、その推測の時に実際その原因というのを、まあね、過大評価したり過小評価したりするということですよね。要するにこう正確な原因を分析するのにこう、ね、心理的な働きというのがまあ邪魔をするということですよね。割引原理というのは本当の、ね、原因をこう小さくしてしまうというのが割引原理です。で割増原理っていうのは本当の原因をこう実態以上に大きく評価してしまうというのを割増原理というふうに言ってるんですね。ちょっと具体的に見ていきたいと思います。まず割引原理ね、この2つの原因っていうのをこう小さくしてしまうということです。原因が複数存在するとき、ある1つの原因を重視したために他の原因の役割を小さいものとみなす傾向があることということですね。まあ、この一つ前で、ね、あの原因の推論というのをやったんですけど、実際一つの出来事が起きている時っていうのは本人、相手もしくは人間関係、そして状況という3つの要素っていうのをまあ考慮する必要があるんですよね。例えば A さんだから緊張したのか、部長相手だから緊張したのか、それとも会議だから緊張したのかっていうのをこう、ね、見る必要があるわけです。ところが一つの、ね、原因をこう、ね、重点的に見たために残りの2つっていうのを割引してしまっている、要するにその小さな原因というふうに見なしてしまうというのをこう割引原理というふうに言っているわけです。これのおかげでこれが起きたんだっていうことで、これとこれをすごくこう過小評価してしまうということですね。まあ、例えば、ね、何か、ね、あの 2世議員ってありますよね。その国会議員でお父さんが国会議員で息子が、国会議員になると、ね、で息子は2世議員という形になるわけですよね。でそうした時にもうここが過大評価されるわけですよ。お父さんが国会議員だからあなたも国会議員になれたんですよねということで、その、ね、お父さんとの人間関係によってあなたが、ね、2世議員として国会議員になれたという結果を見てしまうということです。それはそうした時にお父さんとの人間関係というここが過大評価されていて、でその結果その2つのものというのが割引されてしまう、つまり本人の才能とか努力とかね、そういったものが割引されてしまう。本当はその人は、ね、別にお父さんとの人間関係がなかったとしても国会議員になれるだけの才能を持っていたり、もしくはそのそれだけの努力、本人がもう懸命に努力したからこそ当選して国会議員になれたかもしれないわけですけど、人はそういうふうには見ないということですよね。人はもうお父さんが国会議員だから息子が年々国会議員になれたっていう、もうここの方をすごくね重点的に評価しているので、それ以外の本人の才能とか努力とかね、そういったものをすごくこうね割引して過小評価するというのをこのね割引原理というふうに言ってるわけです。だからそのね正しい原因分析ができてないということですよね。本当はこの3つっていうのは同じぐらいのね比重なんですよね。だから本人に原因があるのか、相手とか人間関係に原因があるのか、状況に原因があるのかっていうのは同じだけの原因の、ね、要素として大きさを持っているわけですけど、一つに重点を当てたために残りの2つとかが、ね、過小評価されてしまうと、ね、割引して小さく見られてしまうというのがこの割引原理というものですね。で今度は逆に割増原理ということで、本当のものよりも実際に大きく評価してしまうというのをこう割増原理というふうに言っています。複数あるべき原因のいずれかが不在、要するに他の人から見えないわけですよね。他の人から見えない、なので原因としてこう見つけることができない、見ることができない、原因が不在であるにもかかわらず存在している原因の役割を大きなものとして見なすことということですよね。だから本当は本人、相手、人間関係、状況というこの3つの原因から見ないといけないんですけど、第三者からはその相手、人間関係、それから状況というのは見えないんですね。だから本人しか見えてないので、もう本人が、ね、どれだけ才能を持っているのか、
本人がどれだけ努力をしているのかっていうのでもその結果が起きたというふうに判断するということですよね。まあ、例えばスポーツ選手で一番ね、活躍した事例とかっていうのが一番わかりやすいと思うんですけど、なんかスポーツでね、努力、根性、気合で、ね、まあ、そういう世界観の中で誰かがスポーツですごい成功したと、ね、スポーツで大活躍した、大成功したと言った時に、まあ、あの人はね、小さい頃から例えばそのスポーツの才能があったんだとか、なんかね、小さい頃泣きながらものすごく懸命に努力したからだということで、すごく本人の才能とか努力っていうのを過大評価するわけです、ね、実際それは正しいんですけど、確かに本人に才能があったのも事実だし、本人にね、本人が懸命に成功するために努力したのも事実なんだけど、他の2つの要因っていうのは他者からは全く見えてないんですね。他の要因って何ですかって言ったら、例えばその選手を、ね、結局成功させるのに陰で支えたコーチとか指導者っていう、相手ですよね。人間関係とか、もしくは状況、例えばその時にものすごく、ね、強い、ね、競合ライバルの人たちがたくさんいたと、ね、だからすごい厳しい競争環境の中にいた。だからその同級生とか、ね、すごく同世代にものすごく、ね、ライバルが強かったから、だから結果的にその状況の中で本人が成功してるかもしれないわけですよ。でだから同級生とかライバルに強い人が、ね、同じ時代にこう偶然たくさん入っているとものすごくその人も強くなったりするんですよね。だからそういう、こう、ね、時代的な背景とか、ね、同級生とかライバルに恵まれたっていうこともあるんですけど、それが他の第三者から見えないんですよ。その指導、この、ね、大成功したスーパースターを指導した指導者とかコーチの存在が見えない、もしくはその、ね、同級生とか、ね、ライバルとか、もしくは時代背景とかね、そういったものが見えない、もしくはその環境ですよ ね、 ね、そうすごくこう名門のチームっていう、ね、環境というのが見えない。この2つが見えないために存在してないかのような、この2つの原因が結局このもう1つのね、みんなからよく見えてる本人の才能努力というものをこう割り増しして過大評価している、実態よりも大きなものとして見せているということですよね。もうとにかくこの成功というのは、ね、本人の才能と努力によるものなんだということで、後のこの2つっていうのが見えてないわけですよね。その人を支えた支援者とか指導者コーチの存在が見えてないし、ね、その状況ですよね、すごくこうね、いい環境の中でものすごくね、こう、その選手が強くなるのにふさわしい状況が揃ってた、ね、例えばその施設が素晴らしい施設にいたとか、ね、同級生とかでものすごくね、他にも切磋琢磨する強いライバルが存在したとかっていうのが見えない。で見えてない分ね、見えてるその本人の才能努力というものを割り増しして大きな原因という形で見せているということですよね。実際この3つが揃ってたわけです。本人が才能努力をしたんだけど、ね、ちゃんとそれを導くだけの指導者とかコーチがいて、そしてそれで本当にこの人が活躍するだけの施設が整っていたり、ね、切磋琢磨するライバルが揃っていたりしたというので初めて成功しているというのを、まあ、見るっていうことが大事なんですよね。これはスポーツの世界だけじゃなくてビジネスも全く一緒ということになります。ビジネスで例えばこの人が成功したってなると、この人がねすごく才能があったとか努力をしたっていうふうに見られるんですけど、で確かにその要素はあるわけですよ。もちろん本人には何らかの才能があり何らか努力したのは間違いないわけですけど、でだけどその人がどういう人間関係の中にいたのか、ね、やっぱりねその周囲にはすごくね成功してる他の成功者の中にこの人は中に入ってたっていう可能性は非常に高いし、なおかつ状況ですよね。もうビジネスっていうのははっきり言ったら時代の流れっていうのはものすごく大事なので、ね、仮にこの人がそんなに才能がなくてそんなに努力してなくったとしても、ね、その時代の流れに乗ったっていうかだけで実は成功することって結構あるんですよね。そのなんか時代の流れっていうのはその、ね、あの海でいう、 こう波みたいなものなので、こう波が来るときにただいるだけでぐわーっとこう上の方に持ち上げてもらえるっていうこともあるんですよね。時代の流れとか科学技術の進展っていうのはそれぐらい大きな力っていうのを持っていたりします。だから本当はここの状況っていうのが実は一番大きな原因かもしれないんだけど、それが他の、ね、第三者からは見えないわけですよ。特にその時代の流れがビジネスにどれぐらい大きな影響を持ってるのか、科学技術っていうのがどれぐらい大きな影響を持ってるのかっていうのを見えない第三者からすると、もうこの人はすごい才能があってものすごい努力したんだろうというふうに見るんだけど、実際はそのこの人の周囲には成功してる人がたくさんいたとか、
だからそのね、周りの人間関係の影響でこの人は成功する考え方をね、自然自然と身につけることができてたのかもしれないし、何より時代の応援があった、ね、とにかくその時代の流れとか科学技術の進展っていうのがあったというこっちの原因っていうのもあるかもしれないんですよ。だけどビジネスとかっていう時にやっぱりね、ここっていうのは普通の人は第三者、特にね、その素人ですよね、ビジネスとかの、知識がない人とかっていうのは、まあ、知識がないとか実際に自分でビジネスをやったことがない人っていうのはこの2つの要素っていうのが、まあ、見えないんですよね。見えないからこの見えてない部分が結局この1つの見えてる部分を割り増しして見せるということですね。あの人はすごい才能があるんだとか、ものすごいきっとね、努力したんだろうというふうに見るわけです。もちろん本人に才能努力があったのは事実ですよ。事実は事実ですけど、実態よりも大きくそこの部分をこう、ね、過大評価するのを割増し原理ということなんですよね。この割引原理、割増原理っていうのが自分の心の中で働くと正しい推論っていうのができないので、だからこそそういう人間にはそういう働きがあるんだって分かってた上で、実際自分が何か推論するときはやっぱり本人、相手、状況、本人、人間関係、状況というこの3つをできるだけ均等に分析するという習慣を持つということが大事なんですよね。だから本人、相手、人間関係、そして状況というので集められるだけ情報を集めて、そしてそれで本人が原因なのか、相手、人間関係が原因なのか、それとも状況が原因なのかっていうのを分析していくと、正しい原因っていうのが見えてくるし、次の今度は自分たちの成功っていうのにその知識、その原因分析っていうのを役立てていくことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。